そうですね。一番象徴的な言葉としては、つなげるということ、つながりという言葉でしょうか。やはりその一組織だけで活動しているというよりは、皆さんのお力添えがあって、つまりその NPO さんとか、その行政の方、そして助けジャパンさんとか、あるいはその大学、他大学ですね、あとは学生さんとか、教員とか職員とか、さまざまな方がそのつながりを持って活動している、組織だということです。で、活動も自体もやはりつながりを求めて活動していると、それが復興のつながりになると思って活動しております。一番印象に残っていることは、やはりその仮設住宅でのですね、支援の活動をさせていただいたときに、高齢者のおばあちゃんの方にですね、言われた言葉は、来てくれるだけでありがたいんだという話ですね。つまり、特にその長期的にその活動を支援するとか、そういうことではなくて、若い人が来ると明るい、そのなんていうか、気持ちになれるという、つまりその人の生活空間として若い方がいらっしゃるということが、非常に、なんていうんでしょうか、自分の気持ち的にも元気になるというお言葉をかけていただいたときに、やはりその大学生を中心としたボランティア活動というのは、非常にその社会的にも意味があるものだなと思っておりました。石川さんからも挨拶ということがありましたけども、やっぱりなんかおとなしいですよね。元気がないというか、大学の先生に聞いててもそうなんですけど、授業は真剣に聞かれてるということなんですけども、本当に自分の主張がないというか、何をこう考えてるのかっていう意思表示を出すっていうことも、なかなかこう、なんて言うんでしょうか、苦手な方が結構多くなってきてるんじゃないかなって思ってます。それは多分そのコミュニケーションだとは思うんですけども、そういったことは感じますね。日本全国の大学生、そしてこれからを担う若い世代の方々へのメッセージなんですが、やはりそのこの震災を得てですね、皆さんのその意識というのが、だんだんやはりその震災当初よりも薄れてきているということは間違いないと思います。ただ、その日常生活に戻るにあたって、自分たち一人一人が何ができるかを考えていただいて、少しでも行動に移していただくということをぜひしていただきたいと思います。で、行動の表し方というのは皆さんそれぞれでいいと思います。私はそれを、行動を意識するというのは、その頭の中で考えるだけでもいいと思ってます。で、それで一人でも多くの方とそれを共有してですね、復興の輪を作っていく、そういうことが大事だと思っておりますので、これからも、ボランティアステーションも利用しつつですね、そういった意識を持ちながら、ぜひ大学生活を送っていただければなと思っております。以上です。